兵庫県立田島文教府研修資料館体育館、県行動生活科学館、兵庫県立田島文教府は、兵庫県豊岡市明楽寺にある公立の文化、交流施設である。略称は、田島文教府。1963年に開設した文化交流支援施設で、市民交流を促進するとともに、市民の生活文化の向上と、 社会福祉の増進に寄与することを目的としている。施設は大きく5つに分かれており、地上2階建ての本館と別館の研修資料館、活動交流館、田島生活科学館、行動研体育館で構成されている。研修資料館では様々な文化的イベントを開催している文京府ギャラリーをはじめ、田島に関する千二百十冊の書籍を収蔵する田島文庫。 活動交流館では活動スペースの提供、生活科学館では調理室やパフォーマンスルームを設置。400人を収容可能な行動権体育館を備えており、団体での講演や体育競技を伴う活動に対応する。同施設では情報の発信や可視化事業などを通じて様々な生活創造活動や自己実現を図るための生涯学習を支援している。 主な学習提供活動として2010年に創立40年を迎えた兵庫県地域高齢者大学、見て山学園や116のグループが登録する田島生活創造情報プラザがある。これらは環境、消費生活、健康、福祉、芸術文化、創作活動など様々な分野において生涯学習や地域づくりの活動を実施している。ありがとうございます。